どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、いやこちら今日で3本目の動画になってしまったんですけども、今日のねお昼過ぎぐらいに、東京ニューヨークの路線 ANA の東京ニューヨーク路線に、ザ・ルームっていうね、あの今東京ロンドン路線しかね、通ってないANA ね、の新仕様の座席、がですね、東京ニューヨークに導入されるっていうのは、もう1ヶ月以上前に発表あったんですけども、今年の冬ダイヤから導入しますっていう発表だけあってですね、まあ実際の日付っていうものが、決まってなかったんですよね。で、まあいつかなと思ってまして、私今月の終わりの方にね、またニューヨーク行くので、まあそれも、まあダイヤモンド修行の一環なんですけども、まあできればね、その ANA の新仕様の座席にぜひ乗りたいと思ってて、まあビジネスクラスのね、アップグレードを、まあ今申請してて、まあ行きは通ってるんですよね。で、帰りはまだ通ってなくて、エコノミークラスのままなんですけども、行き、失礼しました。行き、もう通ってまして、この情報が出てね、来たーと思って、まあ早速調べてみたんですよね。自分の予約をね、ザ・ルームっていう、まあ、ザ・ルームっていう、ビジネスクラスと、ファーストクラス、まあ、エコノミークラスも全部、新しい仕様の座席に変わってまして、来たーと思って、自分の座席どうだと思ったら、まあ、旧機材のままなんですよね。なんかありがちな結果と思って。で、これどういうことなんだろうなと思って、一応ね、情報をもらった感じだと、もう導入されてるみたいな感じで、まあ私はね、もう全便っていうか、まあ11月の半ばぐらいから、初めの途中ぐらいからか、もう全便ね、ザ・ルームの週になってると思ったらですね、実はそういうわけではなさそうなんですよね。で、急遽ね、まあプラチナデスクの方にまあちょっと聞いて、で、私の便が、退職かどうかっていうのも聞いて、まあ結果ですね、まず、今、予約とかですね、今ざっと調べたんですけども、ザ・ルームでも予約できるんですよね、ANA のホームページから。で、ザ・ルームの表示ももちろん出ます。で、もう予約が取れる状態なんですけども、今表示が出ている、ザ・ルームが表示が出ているものも、もちろん、変更の可能性があると。で、今は私みたいに、まあ、ニューヨーク路線を持ってて、旧機材のままの表示の場合であっても、もしかしたら、新機材になるかもしれないっていう、まあ今現在では、まあはっきりしたことは言えませんみたいな回答でした。ですので、まあ今ね、東京ニューヨークの路線を持ってる方は、もしかしたら、ザ・ルームがね、導入されるかもしれないぐらいで思っといた方がいいかなと思います。で、一応ね、ざっと今調べたところ、東京、ニューヨーク、ニューヨーク、東京で両方に導入されております。今現在ではですね。まあ、これが、まあ、本当にそのまま飛ぶかどうかっていうのは、その時になってみないとわからないっていうか、まあ、もう11月の、8からもうこの導入されてる路線の予約が今取れてる状態なんで、まあ、確定はまあ、少なからずすぐしてくると思うんですけども、まあ、一応ざっとね、11月、12月でちょっとね、調べましたんで、ちょっとそれをね、読み上げていきたいなと思います。まず、東京、羽田からニューヨークだと、NH110 便、東京、羽田の、10時20分発、ニューヨーク9時着の飛行機。11月8、8日ですね。こちら、11月14。11月20日、11月23、11月26、11月29。今申し上げた日付がすべてザ・ルームでね、今予約ができます。で、これは、羽田発だけではなく、成田発ももう変わってるんですよね。で、成田発も読み上げていきますね。便がですね、NH010。で、日付いきますね。成田、ニューヨーク路線。11月の9日、12日、15日、18日、21日、24日、
27日に11月30日が、成田ニューヨーク路線でザルームが導入されております。でそのままババッといっちゃいますね、先に。で次は、ニューヨークから羽田の帰りの便ですね、11月の9日11月の12日11月の15日、11月18日、11月21日、11月の24、11月27、11月の30日。で、すべての便で NH109 便。で、ニューヨークを夕方の4時55分発の翌日の9時10分に成田に到着、羽田に到着する便ですね。で、これもすべてがザ・ルーム導入されております。で、次行っちゃいますね。次は帰りの、成田便ですね。11月の8日、11月11日、11月の14日、11月の20日、11月23、11月の26、11月の29。で、これもですね、すべての便で、すべての日付で NH009 便のニューヨークを午前10時45分発の翌日、の3時に到着する成田便が、こちらね、ザルームが導入されてるっていう形になります。まあ今ね読み上げてって言ってまあ分かったと思うんですけども、行きも行きですね、成田ニューヨーク路線が今のところザルームの導入がですね、一番多いんですよね。で、帰りは成田、羽田。まあ、1日ぐらいしか変わんないんですけども、行きは羽田よりね、成田の方が便が多いんですよね、このザルームが導入されてるのは。まあ、それもね、合わせて、まあ、覚えといていただけたらなと思います。で、今ね、現時点で、東京、ニューヨークの、ビジネスクラスのね、まあ、優勝でも得点でもね、持っている方は、まあ、ひとまず日付確認してもらって、もしかしたらアプリとかね、インターネットのサイトで、ザルームの表示があるかもしれないんで、まあ、それもね、ちょっとチェックしてみていただけたらなと思うのと、まあ、冒頭にも言った通りね、こちら確定ではないみたいなんで、もしかしたら、機材変更みたいな感じで、メールが来るかもしれませんってデスクの方も言っておりましたんで、まあ、ぬか喜びになるとね、すごい残念なんで、まあ、取れれば新しい新仕様の座席乗れたらいいなぐらいで思っていく方が、まあ気持ち的にはいいんじゃないかなと思います。で、私もですね、残念ながらこの今申し上げたね日程で、私の東京ニューヨークね、行きはもうビジネスクラスを抑えられてるんですけども、残念ながらね新仕様の座席にはヒットしてなくて、まあデスクの方は、もしね、今確定されてるところに空席待ちで動かしますかっていう申し出はあったんですけども、もしかしたら、機材変更があるかもしれないっていうのが、デスクの方も言ってまして、まあ、どうしても乗りたくて、申請されるのは自由ですけども、今持ってるビジネスクラスを手放すことになっちゃうんで、まあそうなると、まああれですよね。振り返って、ビジネスクラス空席待ちしたとして、機材変更で元のね、旧機材になる可能性も全然ゼロではないっていうことですんで、まあ今持たれてる方はまあ、とりあえず乗れたらいいなぐらいで思ってた方が、いいかなと思います。で、さっきからザ・ルームってなんだよっていう方もね、中にはいらっしゃるかもしれないんで、まあ、こんな感じでね、画像出しておきますんで、今のビジネスクラスっていうのが、まあ、私のね、ダイヤモンド収容でも、東京ニューヨークのね、ビジネスクラス、乗らせていただいておりまして、動画にもしてあるんですけども、やはりね、個室ではないんですよね、今の、ビジネスクラス。まあ別に私はそれでも全然いいんですけども、まあ同じお金とかね、同じ特典航空券の必要マイル数払うんであれば、まあ
もちろんね、新しい座席ね、こんな感じですごい綺麗ですよね。で、エコノミークラスもプレミアムエコノミークラスもビジネスファースト、すべてね、この新仕様の座席に変わっておりますんで、まあ、まだ導入されてね、今、東京、ロンドンしか、多分導入されてないので、ってなるとですね、東京、ニューヨーク路線がこの新しい座席でね、配備されるっていうことは、多分おそらくですけども、座席もピカピカなんじゃないかな。まあすごい綺麗だと思うんですよね、まだそんなに使われてないんで。まあそういう意味ではですね、私はもうすごい乗ってみたい。で、私もダイヤモンド修行の一環でね、次またニューヨーク行きますんで、まあ、このダイヤモンド修行でも、利用させていただいて、まあ東京、ニューヨークの、ザ・ルームっていうのもね、ぜひね、体験してみたいですよね。東京、ニューヨークの路線って、行きは12時間半、帰りは14時間半だったかな。長いんですよね。ですんで、ぜひね、ちょっと、これも体験してみたいなと思っております。まあ、今回の動画はですね、急遽っていうのもあれなんですけども、とうとうですね、東京ニューヨークのね、ザルームの導入がですね、日付が決まったかもしれないっていうね、情報出ましたんで、今回ね、動画にさせていただきました。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。私のツイッターではですね、普段のことから、まあ、ポイントサイトの案件とかね、いろんなことをつぶやいて、私生活もね、つぶやいてますので、もしよかったら、ぜひチェックしていただけたらなと思います。で、私のこの動画のチャンネルではですね、ANA のこと、ANA マイルに関すること、あと、ANA マイルを貯める、ポイントサイトの、運用方法とかもね、紹介させていただいたりしておりまして、それ以外にはですね、マリオットボムの宿泊レビュー、飛行機の搭乗レビュー、クレジットカード、お得情報、あと私の大好きな街をね、ニューヨーク、の紹介もさせていただいております。もしよかったらぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。